そして皆で協力すれば世界をより良くすることができるという信念であると言われています。イギリスにある大型動物リハビリセンターヒルサイドアニマルサンクチュアリーのスタッフに起こった出来事です。この組織は動物の権利保護に取り組んでいて、農場での不適切な扱いに苦しむ馬や牛の救護を専門としています。そのボランティアスタッフがノリッチという都市近くの田舎道を車で走っていました。突然道路脇に鹿が横たわっているのが見えました。車を止め急いで駆け寄りましたが、鹿はすでに死んでいました。どうやらついさっき車にはねられたところで即死したようでした。悲しいことですが、毎年何千頭もの鹿が路上で交通事故に遭っています。こうしたこともあり、例えばフィンランドでは夜でも遠くから鹿が見えるように角を光るペンキで塗るという試みがされたりしています。さて、事故に遭った鹿の体をよく見てみると妊娠後期のメスであることが分かりました。さらに奇跡的に子鹿はまだお腹の中で生きているようでした。幸いなことに彼の車の中には手術用の器具があり、彼自身も獣医学の基礎の訓練を受けていました。彼は小さな子鹿を母親の体内から取り出し、急いでヒルサイドアニマルサンクチュアリーに連れて行きました。この子鹿はとても小さかったので、センターのスタッフたちは助けることができるかとても心配しました。スタッフたちは協力して子鹿がしっかりと睡眠をとれる環境を整え、交代しながら4時間ごとに哺乳瓶でミルクを与えました。子鹿はその後すくすくと成長し、現在ではすっかり大人になり、保護区内で元気にのびのび暮らしています。親切さとは見返りを要求することなく他者を助けたいという願望で、人間が持つ並外れた性質の一つです。皆さんはいかがお考えですか？今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。